こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、花井龍馬さんの動画を見させていただいて、資本と資産の違いについて、ちょっとね、曖昧な理解をされている方もいるんじゃないかなと思いましたんで、まあここでちょっとね、覚えておきましょう。資本ってのは何なのかってことなんですよ。そして資産ってのは何なのかってことなんですよね。で、資本っていうのは活動する際にね、何かの商業活動なりビジネスをするときに元手となるお金のことです。まあだから元手って言ってもいいですよね。資本っていうのは元手です。例えば自分の体が健康なら自分の体も資本と言えます。自分の知恵も資本です。知り合い、人脈も資本です。どんなメディアを持ってるか、その影響力はどのぐらいあるか、これも資本です。まあですんで、花井龍馬さんは今チャンネル登録2460人の資本を持っているというふうに言えるんですよね。じゃあ資産は何かってことなんですよ。資産はね、現金化できるものがその中でどのぐらいあるかってことですよ。で、チャンネル登録の数は現金化できなくはないですけども、基本的にはできませんよね。じゃあ自分の体力、ね、現金ができるかどうか、まあできないことはないです。肉体労働すればいいんで。でも自分の体そのもの、内臓、角膜、こういったものをお金に変える気がありますかって言ったらないですよね。だからこれは換金不可能ってことにします。気合とかやる気とかも、人によってはね、もうやる気があるからちょっとお金あげるよっていうことになるかもしれませんけども、基本的にお金には変わりません。じゃあお金に変わるものって何かっていうと、例えばね、中古屋に売れるような古いスマホとか CD 買い取ってもらえるなら古本とか、あとはね、自分の不動産、家とかね、車とか、これは市場で現金にするルートがもう確立されてますんで、だからこれはまあお金になりやすい、つまり資産化できるってことなんですよね。で、こういうふうに現金化できるものを、資本の中でも現金化できるものを、まあ、資産と呼ぶようになるわけなんですよ。ですんで、資本がこうあって資産はこうあってって感じで大きさが変わってきますよね。まあそういうふうに認識してあげればいいんじゃないかなと思います。そして花井龍馬さんの今回の動画の主なテーマってのは、おそらくね、個人の有利さにかなりフォーカスしてお話しされていたと思うんですけども、果たして本当にそうでしょうか、ね、例えば私は新入社員でハローズという会社に入りました、ね、組織の一員になったわけなんですよ。でもその組織の一員となった瞬間に、私はハローズという数百億円分のね、当時で言ったら300億円分のその会社のこの資産、これをある程度使う権限が与えられたってことなんですよ。例えばハローズという社名を名乗ることができますよね。組織の力を自分個人が使うことができるようになるのが社員の特権なんですよ、ね、その力ってのは取引先にも大きな影響力を及ぼすんですよ。これ分かりますよね。私がハローズの社員っていうことになると、私を通じて商品をハローズに扱ってほしい、うちの豆腐や納豆やちくわを使ってくれませんかっていう方が、私を通じて久保さんからね、商品部の方にちょっと取り入ってもらえませんかっていう風になってくることもあるんですよ。つまり私個人の力は何も変わってないのに、組織に入ることによって自分の力が大きくなるってことなんですよね。これを個人よりも強くなったと言わずして何というかっていう、そういう側面なんですよ。ちょっとバッテリー切れそうですね。